絶対負けられへん。そのプレッシャーやばいっす。めっちゃリラックス。さすがっす。いやほんまにあれがあったんで、今この4回戦におる中で、そのボクシングの何ですか、厳しさとか深さは分かったんで、これちゃんとしっかり勝って B 級上がった時に、まあ、通用できるように誓います。久しぶりなのエキシじゃないか、じゃないから緊張するんです。ちゃんと段階踏んでやるしかないですね。自分のパターンとかもやっぱデビュー戦の時はやっぱ何個かしかなかったんですけど、まあ、これ練習やっていく中で、まあ、1個でいけたら次のステップいけるし、その段階を踏んでもう毎日今トレーナーもやってるし、まあ、考えて練習やってきたんで、まあ、ほんまにしっかり勝つだけっす。まあ、こんなもんで止まってられへんし、ここまで来たらやるしかないっす。どこまでいけるか、絶対負けられへん。かかってます。でも僕持ってるんで絶対いけるっす。試合公式戦で、まあ、ちょっと久しぶりに回って、ちょっとほんまに自分正直緊張してるかもしれないっす。やばいわ。エリート野郎に負けられんで、俺の気持ちは絶対にやる。ティッシュ、ハヤト、パサ。気持ちは冷静に、心は熱く、ふぅ絶対いける、俺が勝つ。
よし、やったるやんけ俺が。いろ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 、ナイス頭、ナイス頭振り、ナイスナイス振り。信じてくれる愛する家族や仲間のため早く出て行ってこい。最高なセコンドともっともっと夢見てこい。ダブ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 、それだよ。強くなって弱さ見えたら強くなった俺は強くなった、まだまだ強くなって弱さと向き合って。